東京から約40キロ、茨城の玄関口、取手市。利根川、小貝川の水運に恵まれ、古くは宿場町として栄えました。2005年に北相馬郡藤代町との合併によって人口10万人を突破。令和2年には市制施行50周年を迎えます。JR 常磐線、関東鉄道常総線が通り、国道6号線や国道294号線を主に茨城の交通の要衝として機能しています。